ですよ。あ、やっちゃう、やっちゃう、うちらもやっちゃう。そんな感じでちょっと音声流しちゃう。ね、最近始まっちゃうよ、そろそろ。みんな聞いてるわけ。いいか、もうそろそろちゃうの、これもう。つけた方がいいんですか。うん、聞いといた方、つけといた方がいいよ。あと30秒ぐらい前。今30秒前。うん。それで音楽を流しますんでね。で、音楽流した時にこれオンにすると入るみたいな、ね。そうです。そうそうそう。また笑顔が可愛いんだから、工場が作っちゃった。またこんなところで言う。あ、最後にはたかれるよね。はい、15秒前。はい。はい。10秒前。9 8 7 6 5 4 3 2 1 Your radio station. FM Naha.那覇の夜をエスコート。那覇金。はい、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。那覇金始まりましたね。今日も可愛いゲスト来ていただいてますよ。来てますよ。ねえ、本当にもうね、どちらからいらっしゃったんですか。はいはい、ごめんなさいね。はい、どうぞ。ギノワンです。あ、ギノワン、ギノワン美女来ましたよ。まあもうギノワン美人来ましたからね。はいはい、じゃあまあ自己紹介いっちゃいましょうかですね。構成やってます、トモさんです。よ、はい、よろしくお願いします。よろしく。はい、でそして、はい、随所マネージャー吉田です。よろしくお願いします。改めて自己紹介お願いいたします。はい、はい、グローバルビレッジの代表桑畑恵理子です。はいはい、恵理子ちゃん、どうも、はじめまして。はじめまして。はじめまして。本当にはじめましてですよね。そうですね。全然もう会って何分ぐらい、 2、3分。え、そうなの。ね、どうしたかと言いますと、そこ歩いてたんで連れてきちゃいました。そんなわけないでしょ。そんなわけないですね。繋がりあったでしょ。昨日から、打ち合わせをしながらですね、はいはい、それでね、グローバルビレッジのことを、ね、はい、いろいろね、今語学のことに関して、はいはいはい、県も、国も、みんなね協力し合って、ちょっとね、うん、グローバルに、はい、日本がなっていくんじゃないかと。そうですね、ということでね、英語は大切ですよ、ね、やっていってますからね、はい、こういう中でそういう事業を立ち上げてやられてる方ですよ、はい、代表、代表事業家ですよ。すごいですね、美人すぎる代表ですね、これ。そうですよ、売上が今で500億超えてる。え、何これ、もうノバ超えたもん。ノバ、おかげさまで。言っちゃうね、これ。否定しないよ、否定しないよ。言っちゃうんだ、これ。いや、恐ろしい。もうね、融資してもらえますかですね。はい。ねえ、じゃあね、今日も行ってみます。はい、いろいろ今日詰まっててね、言いたいことも話したいこともたくさんありますんで。あるんですか。あるんですよ。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、はい、行きましょう。みんな大好き告知のコーナー。お、バラス、バラス。お願いいたします。はいはい、じゃあいつもの随所さん。はい、はい、どうぞ。じゃあもうパイン行っちゃいますもん。行っちゃいましょう。で、目の前にえりこさん、ね、見てください。はいはい、はいはい、これ美味しそうなジュース。はい、いつものやつです。はい、一口飲んでみてください。ん？どう？何味だ？パイン。正解。そう。はい。これはですね、どこのパインですか。初めて見ますね。石垣島でございます。石垣島、初めてじゃないですか。はい、僕初めて飲むかもしれません。飲んでみましょう。いつも飲んでるじゃん、これ。どうでしょう。おいしい。ありがとうございます。はい、これもしかして120%ぐらい濃くないですか。ですよね。ただね、100% なんですよ。残念ながら。100%、まあいいやね、100% だからね。はいはいはい。ね、100% ですよ。はい、ね、これは、石垣さんの、パイナップルジュース、はい、どこの畑のどんなものでございましょうか。もう自社農場でやってましてですね、はい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 、うちあのお肉屋なんでね、はい、お隣に、牛も飼ってるんですけど、その餌ですね、はいはいはい、にパインも使ってるっていうことでね、はい、そのパインを食べたお肉がうちで食べれますと、はい、おー、はい、はい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 、そんな感じなんで、皆さん、はい、この、ね、食物連鎖の輪に加わっていただければ、ね、そうですね、嬉しいかと思います、はい、よろしくお願いします。今日のなんか何ですか、ランチが明日なんですよとか、なんかあのさっき見たら水槽がなんか、はい、あ、そうですね、うち肉どころなんですけどね。あの中で豚を飼うんですか。はい、ないです、水槽がですね、水槽入ってるんですよ、肉どころって言って。そうそう、僕の知らない間に水曜日にですね、設置されましてですね、はいはいはい、あれこれ何って言ったら、エビ飼いますとか言って、はい、社長そんなやんのって言って、はい、突然のことなんで僕も戸惑ってるんですけどね。近日公開予定でございます。近日公開予定、はい、ランチはどうでしょう、ここのところ。なんかこの間のね、
何でした、冷やし中華と、はいはいはい、プレミアムタコライス。そうです、どんなんです？プレタコね、はい、いやーすごい好評ですよ。もうあー出てるんです、はい、もうね、冷やし中華、はいはい、これがですねもうだいぶ売れてきましてですね、ソールドアウトの時も一時期ありましたね。本当ですか、はい、麺なくなりました。本当ですか、はい、もう冷やし中華はもうこれ本当に沖縄天下取ったんじゃないかっていう。そこまで言っちゃダメ。そうですよね。だけど冷やし中華ってなかなか出してるとこ少ないんですよ、はい、でつけ麺とか結構あるじゃないですか、はい、冷やしつけ麺とかももちろんあるんですけど、うん、冷やし中華って言って出してるお店って意外と少ないんですよね、はい、そうですね。そうで何を隠そうエリコチンはあれですよね、県外出身。はい。じゃあ冷やし中華にはもう慣れ親しんで。はい、そうですね、はいはい、夏ですからね、これはね、もう夏になると、うん、冷やし中華始めましたとか、うん、冷やし中華ありますとか、うん、ますね、ね、はいはい、ね、ありますよね、はい、そういうのがありましたよね、うん、ここでは食べられるんです。はい、楽しみです、ぜひ来てくださいよ。明日も明後日もよろしくお願いしますね。で僕からなんですけど、何でしょう、告知ではないんです。告知じゃない、自分ごとなんですけど、はい、本日のですね朝の9時半にですね、はい、何があったかと言いますと、はい、ミサイルが飛んだわけではないんですけど、はい、飛んでませんね、今日は、はいはい、離婚しまして、そうなんです、おめでとうだぞ、ね、これ悲しくない、もう大城久保さん、これいいのこれ、もうね悲しいっていうかね、もうね、もうバツイチホヤホヤで、あ、本当バツついてる、これ、そうバツついてるんですよ、ここに本当だ、カメラで見てる人、本当だ、これはね、明石家さんまさんからの伝統芸でですね、まあ離婚したらまずはおでこにバツつけてテレビ出なさいと、うん、ラジオですけどね、ラジオですけどね、これがありますんで、まずそれをさせていただいて、はいはいはい、でまあ、皆さんね離婚の原因とかね知りたいのかなと思いまして、はい、離婚の原因はですね、何でしょう、まあ、語学の先生も来てるから分かりやすいかと思いますけど、はい、性格のフィッチ Do you like ですね、フィッチどっち、どっちなの、いやどっちかね。まあフィッチですよ、フィッチですよ。どっちが好きなのこれも、ね、本当に僕が悪いのかどっちが悪いのかよく分からないですけど、ね、突然ですねこれね、ですね、もうキャンさんのことをね、ネタにしてたわけではないですよ、もう真剣ですよ、真剣に、キャンさんってね、放送作家さんがいらっしゃって、はい、ね、その方の結婚を応援しようということで、そう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 、8月末日までにキャンさんが結婚したいって言い出したんですよ、はい、そう、それを僕たちは協力して、で前田のロマーシアさんとか呼ん で、 そうです、ね、番組盛り上げてきたんですけど、まさか僕がこんな目に参加者やね、もう参加者、本当に僕まで嫁さんを探さなくちゃいけないかと、そんな状態になってますわね、はい、いやいいじゃないですか、ね、探してくださいよ、ね、本当にね、皆さんいい人いたら、私が、トモさんとだったら結婚してあげるわと、いう人がいたら、ね、まずは番組まで、ここにね、メールアドレス出てますよ、出てますね、はいはいはい、出てます、ここですね、あ、これですね、これですね、これですね、はいはいはい、ここですね、こちらまでよろしくお願いします。そんな感じでございました、告知のコーナーでした、ありがとうございます。はい、じゃあ次のコーナー行きましょう、はい、えりこさんに聞いてみようのコーナー、はい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 、初めましてよろしくお願いします、お願いします、はい、えりこちゃん本日はね本当にご出演ありがとうございます。忙しいんでしょ、そうでもないですか、そうでもないです、そうビジーな感じなんですかこれ、いやいやいや忙しいって言っといた方がなんとなくいいですから忙しいですよね、忙しいです、はいはい、忙しいですよね、で、まずねグローバルビレッジインターナショナルセンターさんのオーナーさんでよろしいんですもんね、はい、はい、そうです、こんな綺麗なオーナーさんですよいいです ね、 生まれててよかった俺本当に、本当ですよ、ありがとう。で何をしているところかと言いますと、どんな感じなんですかこれは、はい、はい、まあ、語学スクールなんですけど、はいはいはい、まあ、沖縄で世界を学ぶっていうのをコンセプトにですね、はい、まあ、語学スクールのみならず、はい、国際交流パーティーとか、あー、はいはい、いいですね、パーティー、パーティー、ビーチパーティー、ビーチパーティーはまだやってないんですけど、やってない、丘の上パーティーみたいなね、どっかで借りて、はいはい、でこれをね始めるきっかけって、はい、なかなか大変なことじゃないですかこれ、ちょっとね、うん、私ね日本語教えたいから、英語喋れる人たちに日本語教えたいからとか思いながらも、ね、なかなか、はい私やりますってわけではないじゃないですか、はい、きっかけって何だったのかちょっと軽く、そうですね、はい、きっかけは私が日本語教師で外国人に日本語を教えているんですけど、その仕事だったんですけど、はいはい、
で、まあ、外国人の方に結構寄り添うお仕事なんですけど、はい、日本語教師というのは、はいはい、あ、そうでしょうね、はい、でそのクラスの中でやっぱり外国人の方からの悩みとか、うん、やっぱり国に日本に馴染めずに帰る方とか、はい、そういった悲しい思いを聞いていて、はい、なんかこうこの方たちのためにもっと役に立てないかなと思った時に、はい、まあこの方たちが持っている文化を紹介するカルチャークラスみたいなものも、はい、あ、なるほどね、逆に発信する形でね、スポットを、ね、当てて、うん、そこで活躍してもらって、逆に私たちが文化を学ぶ教えてもらう、その人がもう主役になれる感じですね、はいはいはい、いいですね、もうこっちの文化を押し付けるんじゃなくて、うん、もうお前絶対箸で食えよって、はい、もうフォークとナイフを重ねようみたいなことじゃなく、はい、はいはいはい、もうどちらかというと、はい、あなたたちはこうやって食べるのって教えてちょうだいみたいな、うん、そんな感じ。そうですね、それに近いような、はい、うん、すごく、ま、悲しい思いをして国に帰っていく方たち、はい、私たちにとって財産だと思いますので、宝というか、そうですね、はいはい、そういう方たちがそのクラスを持ってで、はいはい、本場の料理とか、うん、そういうものを教えたりとか、いいですね、ダンスだったりとか、はいはいはい、でまあ、そういうカルチャークラスをやったら面白いんじゃないかということが、はい、きっかけでスクールたちが挙げるきっかけになりました。なるほど、はい、でそのスクール始めてもうかれこれ今9年目に入るところですね。9年ですよいい、あ、長いですねこれ ね、 ね、こんな若いのに9年ってことは、ね、多分あれですよ、10歳になるかならないかぐらい、また来たね、また来たねこれ、突っ込んだ始められて、ありがとうございます、ですよね。で今生徒数が、大体登録されてる方で相当いらっしゃるんですよね。え、どのくらいですか。そうですね、生徒っていうか、そのパーティーだけ出てくれるよとか、あと、はい、あとその先生でも、まあ、教えてあげるよって、空いてる時間だけだったらね、だけでも、何名ぐらいって言ってました昨日。先生ですか。あ、先生と生徒さんと合わせて。あ、先生と生徒合わせると200人以上はいるよ、ね、そんなですよ、はい、もうそんな規模ですよ。普天間の椅子の木通りの一角で、椅子の木通り、椅子の木通り、椅子の木通り、聞いたことあるね、聞いたことあるね、これ、これね、僕の友達 の、 シュークリームが美味しいシュークリーム屋さん、やっぱりの、50メートル手前、あ、手前、もうご近所さんなんですね。ご近所さん、はいはいはい、お聞きより、ありますか。いや、僕はね、毎週聞いてるんで、ここでどんなとこかなと思ってるでしょ。そう、そんなとこなんですよ。もう近所でなんか済ませようとしてるように感じね。先週来ていただいたキキさんっていらっしゃるんですか。はいはい、いますね。あの人は普天間基地の中で働いてらっしゃるんですよね。ある意味それも、まあ、基地って大きいですけど、隣みたいなもんですよね。そうですね。で、またご近所で、ご近所で、ね、いやいやいや、もうだいたい近所になりますんで、もう今度はあそこの馬料理屋さんとか居酒屋さんと刺身屋さんが来ますから呼んでどうするなんだこれは、町コミュニティよ、これは。で最後ガソリンスタンド来ますから。ガソリンスタンドが一番最後なんですよ。もうちょっと広げましょうよ、これ、ね、ユニオンがあったね。そこね、もうね、今空いてるけどね、今空いてるけどね、これもう身内ネタっていうかね、うん、その通りだけのネタで終わってしまいますからね。次行きましょうね、どんどんね。もう、はいはい、で日本語クラスをね、また授業としてね、立ち上げるね、これ授業になるんじゃないかっていうね、きっかけっていうのは、そのみんなの困っただけだったんです。それが要は、うん、人を集めて、要はそういうふうにつながった、うん、何かもっとその授業を始めるきっかけって、どうしてもその人の悩み聞いてあげるだけじゃ、うん、お金が発生するなとか、はい、事業として成り立つなってなかなか思わないじゃないですか。そうですね、やっぱり私横浜出身なんですけど、はいはい、12年ぐらい前にこちらに来て、はいはい、で日本語教師ではあったので、はいはい、まあ、ちょっとご縁があって基地の中で日本語を教えたりとかすることがあってですね。あ、なるほど。で、あ、結構沖縄っていうのは需要があるんだと思います、うん、はいはい、横浜よりありますよね。そうですね、横須賀ばりに、はい、そうですね。分かりにくいでしょう、ね、横須賀もねすごいですからね、あそこもね。じゃあその需要を、見て、うん、あ、これもしかしたらいけるんじゃないのみたいな。まあ、そうですね、はい、やっぱり生徒さんが増えていったって、うん、はいはい、個人で教えてたんですけど、はいはい、だんだんこう噂が読んで、噂が読んで、えりこ、まあ、ちゃんって可愛いお姉さんがいるよと。そこじゃないと思いますけど、見に行こうぜと。見に行こうぜと。なるほど。そこから始まって、はい、でね、今日ね、ホームページを見せていただいたんですね。で外国人の方向けだけじゃなくて、日本の方も結構受講されて、はい、でいろいろあれですよね、なんかあるんですよね、その辺もね。
日本人、あ、そうで、あの、うん、日本人の方が、そうですね、だから今、ね、外国人の方に日本語を教える、うん、パターンだったじゃないですか、はい、逆に日本人が来て、うん、英語とか他の国の言葉を、はい、習いたいって方も今、そうですね、日本語クラスからスタートしたんですけど、はいはい、結構やっぱり言語が広がっていって需要があったもので、はいはい、英語のクラスの方がちょっと若干大きくなってきているという感じですね。今何カ国語ぐらいありますか？今は日本語、英語、中国、韓国、はい、で時々フランスとかやっぱりイタリア、ドイツが入ってくるっていうところですね。前はタガログ語とか。何ですかそれ？どこですかそれ？どこですか？どこですかそれ？タガログ。フィリピンの方なんですけど。ああはい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 。たまにそういうレアな、はいはい、言語も。タガログ語を教えてほしいんだけどって来るわけですか。先生探すの大変なんですけど。ですよね。つけをたどって。ですよね。これ大変ですよね。それで今あとですね、いろいろねホームページをね、まあいろいろ、まあネットサーフィンっていうんですか、はい、していると今ね外国からのねお客様がすごく増えて、政府の方もね通訳案内士っていうね、あの、うん、試験をね始めたらしいですよね、うん、資格ですかこれ。そう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 みたいですよ。でそれでもねいろんな言葉を喋れるね、あの方を募集してたり、はい、あと企業さんとかお店さんがね、はいはい、要はうちの従業員に、中国語とかで、対応してもらいたいと、はい、例えば中国語で話しかけられた時に、はい、中国語で、話し返せると、返せると、そういうのに助成金が出たりとか今あるんですもんね、はい、うん、その辺ちょっとね、はい、もうガーッと、そうですね、教えていただければ。はい、ありがとうございます、触れていただいて、ここメインですかこれ。はいはい、これが言いたくて、もうこのためにね来たんですよね。まあ、すごくいい制度でして、はい、まあ、外国人観光客の方がいらっしゃるお店とか、はいはい、企業さんですね、うん、まあ、ホテルだったりとか、ね、うん、そういったところで語学研修をその社内で取り入れたい企業さんに対して8割の女性が、8割、8割の女性、女の人が、なんとかじゃないんですよ、女性金が出るっていう、例えばじゃあ、ね、このコース、コースっていうかその事業に対して、じゃあいくらですよってなった時に、はい、8割を政府、国、県ですか、県ですね、あ、県、はい、沖縄県が負担してくれるんですって、随所さんもぜひ、そうですね、うちも中国の方とかね、台湾の方多いですからね、うん、ぜひぜひもうお待ちしてます、はい、だけど、あ、かしこまりました。これあれですよね、通り一遍のね、教科書でね、いらっしゃいませ、はい、ありがとうございましただけね教えられても、うちの肉はね石垣牛で、うん、ね、もうね自社農場で作ってんだよ、 A5 ランクだよみたいなところまで教えてくれなかった、はい、教科書に載ってないじゃないですか、うん、A5 ランク言えないよね、はいはい、そこのところはどうされるんです、エリコさんのところは。もう全てオリジナルのテキストをこちらでお作りして、はいはいはい、オリジナル、はいはい、まあそういう表現ですね、実際使ってらっしゃる表現をお預かりして、こちらで翻訳をして、はい、でまあ、従業員の方が研修しやすいように流れを作って、はい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 、もうそのテキストを見ながらひたすら練習をしていくっていう。なるほど、はあ、はい、じゃあ普段から使ってる、お店で使ってる、まあそのまあ商品の紹介とか、そういうのも全て翻訳していただいて、はい、それを練習できる。そうですね、はいはい、現場に合ってないと結局使い物にならない表現になってしまうので、そうですね、徹底してやってますね。だここの現場ひどいですよ、もうたまにね、マネージャーの悪口を陰で言ってたりとか、そんな当たり前ですか、そういうのも教えてくれますね。それも、はい、いいんですかこれ、追加料金発生、追加料金発生するけど、いい顔してたよ。あれですか、助成金8割出ますかね。それでも出んの、もうやめてよもう。ね、吉田マネージャーの悪口言うために助成金が8割。ちょっと待ってくださいよ。だけどもう本当にお店に合った、はい、もうプログラムっていうか、はい、要はお店に合った内容で、それをじゃあもう個々に作ってくれるってこと。そうですね、はい、オリジナルで。それはいいですね。だけどそれもね、こうやってじゃあ紙渡されて、はい、中国語でこうですよって、はい、じゃあありがとうございましたじゃないんですよね、えりこさんのところはね。シミュレーションみたいな聞いてなかったでしょ、はい、もう直太郎さんのことばっかり今日ね、なんでえりこさん来てくれたかというと、はいはい、ちょっと行ってみましょうか、はい、直太郎さんが座った席に座りたくて来ます、ね、それメインですもんね。それがメインですからね。なんか1ヶ月ぐらい前にいらっしゃったそうそうそう、僕目の前で見ましたけどね、そうそうそう、そこの席に座ってましたから ね話ちょっと飛びましたけど、同じヘッドホンなのかなみたいな、そう話ちょっと飛びましたけど、
ど、そこのところで、こうね教科書だけ入って渡して、はい、ね、あの中国語で書いてるだけじゃなくて、うんうんうん、ちゃんとシミュレーションまでしてくれるんですよね。そうですね、お客さん役とか、はい、ああなるほどね、そうお客さん役、はい、あといろんな役を、やってくれると、はい、はいはいはい、もうエリコさんのファンがたくさん集まってきちゃったんですけど、今日何か仕込みました？久しぶりかいですよこれね、はい、違いますか？仕込みました。あもうこんなにファンが集まるのかとすごいですね、思ってますけどね、とにかくねシミュレーションまでやってくれるんです、はい、で要は、店員の役、うんうんうん、お客さんの役、これを交互にしながら、はい、どういうふうな、返答が返ってくるかとか、そこまでシミュレーションして選択肢が ABC あったりとかするんですか？そうですそうです、そこまでもう考えてそれで台本まで作ってくれるんですよ。あ、だからお客さんがどう返してきたら、はいはい、どう返せばいいかって、そこまでもあのシミュレーションしてくれるんですもんね。そうですね、その企業に沿ってそこまで来てるんですよ、うん、今。いやこれで実質負担が2割ですか？そうですそうです、すごいです。ありがとうございます。えりこさんのところに逆言えば、ね、あ企業さんが8割、あ違うな、企業さんが2割ですね。あ2割ですね、はいはい、2割持ってもらって、えりこさんのところは10割、10割ですよ。10割ですよ、それは。それはそうですよ。それはそうですよ。ねえ、どっかで聞かれるんですか。ねえ、もう儲かってしょうがないですよ。そうです、販売手数料なしですからね。ねえ、来週、来月からか、ね、スポンサーになってもらいましょう。あ、お願いします。ねえ、よろしくお願いします。ねえ、はいはい。それとね、まあ企業さんではそうですよ。ね、はい、そういうことをやってくれてますよ。ね、であとですね、これ、おもてなしに、まあ、これはおもてなしにつながってて、それとね、はい、あと夏休みの企画とね、一般の交流パーティーとかもねやってるんですよね。言ってましたね、はいはい、ちょっとねその辺についてもね、はい、夏休み企画、夏の英会話キャンペーンから説明しましょうか。何ですかこれは。ちょっと私持ってくるんですか。はいはい、これ、はい、よろしくお願いします、はいはいはい、ありがとうございます、はい、はいはい、これね、これはいはい、これですね。はい、これですね、これですね、はいはい、はいはい、はい、いいですよ、えりこさんはしゃべりましょうね。今、あの、まあ、夏の英会話キャンペーンということで、はいはい、マイクを隠さないようにね、はい、はい、どうぞ、行きましょうね、はい、難しいね、もっとこうね、はい、難しいね、これ。はい、はい、えりこちゃんどうぞ。はい、この7月いっぱいですね、英会話キャンペーンということで、はい、入会いただいた方に、はい、まあ、3000円の商品券を差し上げています。何食べようかね、3000円のどこの商品券ですか、これは。3A とかで使えるオークスの商品券ですね。どこでも使えるじゃないですか、もうこれ、はい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 、写真写っとますね。おご主人違うんです、違うね、はい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 、ね、うん、それとあと一般の交流パーティーがあるということで、はい、これはいつ頃あれですか、日程としては交流パーティーですか、はいはい、交流パーティーはですね今度8月なんですけど、はい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 、すいませんちょっと日にちは覚えていませんが、じゃあこれはね後で僕のところに連絡ください。そうしたら、はい、ちゃんとツイートしときますんでね。はい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 、これパーティーで何をするんですか。パーティー何するんですか。あのですね、はい、さまざまな企画でやってまして、はい、8月はポットラックパーティーといってですね、はい、一品持ち寄りパーティーをやります、はいはい、あーなるほど、はいはい、何かを持ってくるんですね、はい、じゃあ俺肉持ってくるかな。強いですよ。あ、ぜひ、そうですね、来てください。これ A5 ランク持ってきますからね。ちょっとプレッシャーやなこれ。みんなね恐れ多くて食べてくる。本当に外国人の方が外国の料理持ってきてくれたり、はいはいはい、日本人が日本料理をとかっていうことで交流したりして、またその外国人があれじゃないですか、はい、手抜いて、うん、僕が手作りで作ったよポップコーンって、ポップコーンだけ持ってくるってことないですか。それはなかったですね、さすがに。はい、トモさんのアイディアですね。ですね、もう本当に、うん、どういう内容なんですか、まあ、どういう人が来てどういう風な感じの、内容になるんですか。まあ、主に生徒さんがやっぱり多くて、はいはい、生徒さん限定のパーティーもやってますし、はいはい、あとはまあ一般の方も入れるパーティーとか、はい、その時はまあ文化紹介だったりとかですね、はい、あ、いろんな異文化紹介、はい、例えばアルバニア出身の外国人がアルバニア文化とか教えたりとか、はいはいはい、例えばアルバニアってまあ想像つかないんですけ ど、シルバニアファミリーみたいな、はいはい、シルバニアみたいな、違うんですアルバニア、どこですかアルバニア自体が、はい、中東のなんか、はいはい、あの辺ですよ、あの辺、あの辺ね、はいはい、大体分かった、あそこです、はい、かの有名なあそこで、あそこですね、かの有名なあの辺からベリーフェイマスのやつですね、そこら辺で文化、はい、なんか
俺たちは狼を捕まえて食べるのさみたいなことではない。そういうことだ。もっと文化的でしょ、これ。もっと文化的にやるでしょ、これ。牛は頭から行くぜとか、そういうことではない。あ、じゃないと思いますね。はい、あんまりね、言ってるとね、アルバニアからね、あの政府からちょっとね、あのクレーム入ったら困りますね。そうですね。来週熊の人形を置いてたらどうしようって感じ。本当ですよね。ここは席今週最後かもしれません。ね、これね、今日はね、珍しくミスチーさんじゃないかな、離婚ってね、メッセージが入ってた。ミスチーさんですか。あのミスチーさん、ターガヤのターガヤのミスチーさん。どうも、はいはい、どうもどうもね、離婚ってね、なんかもう意味深な。もうざまあ見ろと言う、もう言わんがためみたいなメッセージが入ってますけどね。そんな感じですよね、え、本当に。だけどね、もう本当にね、いろんなねことをされて、はい、で世界広がりますよね。で、すごい需要も ね広いと思うんですけどね。あ、やっぱそこら辺ね、やっぱり異文化が入ってくるってことは自分が広がってくるしね、やっぱね、学ばせてもらってます ね、 ね、本当に入ってこないもん、あんまりこうやってたら ね、 ですね、うん、本当にいろんな国の方と触れ合えるので、うん、ヘッドホンの奥からエンディングちょっと流れてますね。え、何それ、もうそろそろ終わりなんですよ。嘘や。え、そうだから最後ね、えりこさんなんかね、そうですよ、告知あれば、はい、言っちゃってください。はい、まあ、はい、まずやっぱり英会話キャンペーンを今7月中やってます。やってますね。はいはいはい、それプラス、はい、あと企業さんも、まあ、そうですね、ちょっと語学に関して、はい、ちょっと相談したいな、はい、相談だけでもまずは最初いいですか。そうですね、ぜひぜひ、ね、グローバルビレッジで、うん、ご連絡いただければお伺いして、企業さんに、はいはい、いろいろとヒアリングさせていただきます。優しいですね、はい、これ私が来るだけで5万円よとか言わない。指名料言わない。離島まで伺います。そうですか、超優しいもん。吉田マネージャー、明日のランチのなんかメニューは何。え、うちですか、はいはいはい、うちはサバ味噌ですね。サバミさんですね。本当にサバミ行くんですか。はい、行きます。Facebook でも公開しましたね。行くところって書いてんのにね。いや、これね、うちではナンバー2ですよ。そうですか、人気が、なぜか、ね、そんな感じの番組でしたよ、はい、ね、今日のお相手は、はい、随所マネージャー吉田と、はい、桑畑恵理子ですと、ともさんでお送りします。バツイチのともさんでした。どうもありがとうございました。また来週です。また来週、はい、どうもありがとうございます。